うも。我らが地球の生命史上、最大の大量絶滅と言われているのが、PT 協会と呼ばれる、ペルム期末の大量絶滅だよ。この図で言うと、250って書いてあるあたりかな。で、単位が100万年前だから、だいたい 2.5 億年前。うむうむ。P はペルムの P、T は三畳紀、つまりトリアス紀の T。ふむ。史上最大の絶滅というと、どれくらい絶滅したの？全種のうち、90から95% が絶滅したと言われるよ。95% とかとんでもないな。まあ我々人類のご先祖は、そのおかげでライバル減って、繁栄できたんだけどね。皮肉なもんだね。でもこのグラフだと、95% も減ってるように見えないけど。このグラフは、種より上の分類の、属に基づいて作ったものなので。なるほど。種どころか、属丸ごと消えちゃった生き物が、こんなにたくさんあるということか。そうだねー。でもこのグラフ見ると、地球生命、結構やばかったのね。デボン期の最高値から、上下の波はあれど、徐々に減ってるし、ペルム期末の後、奇跡の V 字回復がなかったら、死の惑星になってたかもねー。白亜紀終わりの落ち込みが、恐竜滅んだところだね。そうだねー。ペルム期末に比べると余裕に見える。確かに陥没は大きいけど。ということでペルム期末に話を戻すと、ペルム期は古生代最後の時代で、約3億年前から 2.5 億年前まで続いたよ。古代エジプトが昨日のようだ。さて、じゃあなんでこの 2.5 億年前に、地球史上最大の大量絶滅が起きたか、ということだけど、1980年代までは、解体が大きな原因の一つと言われていたそうな。解体。海進の逆かな？うむうむ。海水面が下がったと。つまり、気温も下がったと？そうだねー。それで環境が大きく変わって、大量絶滅が引き起こされた。ということだったけど。その後の研究で、PT 協会の50万年前から、海水準は上昇しつつあった。ということが分かってきたそうな。50年じゃなくて50万年ね。つまり気温が下がったんじゃなくて、急に上がってきたと？うむうむ。じゃあ前の、海水面が下がった説は間違ってたの？それがそうでもないようで。どういうことだってばよ。2.6 億年前と 2.5 億年前、二度大量絶滅に襲われたんじゃないかと。と言っても1000万年も間が空いてるのね。まず 2.6 億年前に海水面が急激に下がって、そこそこの大量絶滅が引き起こされ。続いて、2.5 億年前に、何かが原因となって、史上最大の大量絶滅が引き起こされた、という説。続いて引き起こされたって言っても、1000万年空いてるけどな。人類の歴史とは、時間のスケールが違うので仕方ない。じゃあその、2回目の本番の大量絶滅の原因は？まだいくつか説があって確定はしていないようだけど。2.5 億年も前のことが確定するものかね。とりあえず 2.5 億年前、これが完成したと言われているよ。これは、超大陸。ひょっとしてパンゲア？うむうむ。いろいろな大陸がくっついて、これが完成したような時期だから、いろいろと環境に変動があったということかな？そうだねー。この、超大陸パンゲアができた時期、スーパープルームという現象が、地表にまで達したそうな。スーパープルームとは？地球の内部はこうなっている、と想像されているんだけど、一番外側に近く、厚さが5キロから60キロ。その下にあるのがマントルと呼ばれる層で、深さ2900キロまで。マントルって熱いのね。で、さっき出てきたスーパープルームの、プルームとは、このマントルの上昇流や下降流のことだよ。上昇流、下降流って、マントルって溶岩なの？マントルは高温で柔らかい岩石だけど、溶岩、マグマは、地殻とマントルの境目周辺で、岩石が溶けちゃったものだよ。じゃあマントルの一部が溶けても、地殻の一部が溶けても、どっちもマグマなのね。うむうむ。で、上昇するものをホットプルーム、下降するものをコールドプルームと呼ぶけど、2.5 億年前には、大規模なホットプルーム、スーパーホットプルームが、地表まで達してしまったそうな。え、一体どこで？ずっと未来に、シベリアと呼ばれるようになる場所で。約 2.5 億年後か。2.5 億年くらい昔、この地域で大噴火が起こって、火山活動は200万年も続いたと考えられているよ。いや勘弁してください。噴火が200万年続いたとか、断続的とはいえ。吹き出し続けた溶岩は、700万平方キロの面積を、平均600メートルの厚さで覆ったそうな。地獄か。
これによって作られた、玄武岩の時は、シベリアトラップと呼ばれるよ。トラップ。この噴火は、最近6億年で最大規模なんだそうな。最近6億年って君 ?700 万平方キロというと、どれくらいの広さかな?オーストラリアの面積がだいたい770万平方キロなので、オーストラリアをほぼ覆い尽くせるほどの溶岩。溶岩による直接の被害も甚大だけど、でもそれだけじゃ 95% も滅ばないよ。噴火による気候変動が。うむうむ。まずは単純に、火山灰その他で日光が遮られるよ。ふむ、気温が下がってしまいそうね。吹き上げられた大量の溶は、酸素と結びついて溶酸化物となり、雨に溶けて硫酸となって降ってくるよ。酸性雨か。これも影響が大きそうね。さて、火山灰や硫酸化物の影響が落ち着いて晴れてくると、今度は噴火によって生じた、二酸化炭素やメタンガスが仕事し始めるよ。温室効果か。そうして温度が上がると、水と一緒になって凍っていたメタンハイドレートも溶けて、さらにメタンガスが増えるよ。それから、シベリアは今でも石炭が多いけど、当時はもっと多くて、噴火によって石炭も盛大に燃やされたよ。それでまた盛大に二酸化炭素を。200万年続いた、最近6億年で最大規模の火山活動で、最初気温が下がり、続いて急激に温暖化。最も温暖化が進んだ時には、赤道直下の海水は、摂氏40度くらいになったとも言われるよ。海がお風呂並みに温まった。まあそういう、気温の急激な変化と、あとは噴火で、有害な物質が撒き散らされて、これで生き物がかなり減ってしまったと。でもそれだけじゃ9割以上の種が滅ぶとは思えない。例によって、隕石とかは?この度は隕石が原因となった可能性は低いんだそうな。そうなのね。その代わり、確実に起こったとされているのが、スーパーアマキシア。何その必殺技みたいなやつ。まあ確かに地球の必殺技かもしれないけど、日本語で、超酸素欠乏事件というよ。酸素が急激に減ったのね。それも噴火の影響?酸素の急激な減少は噴火の前、2.6 億年前から起こっていたようで。一体何が原因で?ペルム紀の前は石炭紀というくらいだから、石炭がたくさんできた時代なんだけど、当時は、樹木の細胞壁の主成分である、リグニンを分解できる菌が存在しなくて、樹木は分解されず、それで石炭になっていったそうな。それで、光合成で樹木が取り込んだ二酸化炭素は、大気に戻されず、大量に石炭の中に固定されたよ。木を分解できないとか。その代わり酸素は異常に多くて、酸素濃度は 35% くらいになったそうな。今は 20% くらいだっけ?うむうむ。それで当時は、その高濃度の酸素に適応した生き物が増えていったそうな。羽を広げると70センチにもなる、メガネウラなんて巨大トンボが有名。風の谷の世界に。ところが石炭紀の終わり頃、リグニンを分解できる白色腐朽菌が登場したそうな。キノコとかかな?多分ねえ。でも石炭紀末からペルム紀末まで、5000万年くらいあるから、2.6 億年前から急激に酸素が減り出すというのは、繋がらないような。何かの拍子に大増殖したとか?ふむ。まあ何にしても、ペルム紀末から酸素濃度が急激に落ち、次の三畳期には 10% から 15% になってしまったというよ。35% もあったのに。ちなみに現代人は酸素濃度 18% 未満になると酸素欠乏症状が出てくるそうな。10% だともう生きていけなさそうね。ペルム期末のスーパーアノキシアは特に海洋の方がひどくて、2000万年も酸欠状態が続いたことが明らかとなっているよ。いやもう勘弁してください。2000万年間酸欠とか。海全体が2000万年にもわたって酸欠になったのは、この時期以外ないそうな。何度もあったら困るわ。そりゃ海の生物種のほとんどが絶滅しちゃうわけだわ。でもなんでそんな酸欠に?原因はよくわからないそうだけど、一説によると、火山活動で陸上の植物が燃えちゃって、植物がなくなると土壌を固定してくれるものがなくなるので、土壌がどんどん海に流れ込み、森林破壊で水害が増えるって習ったね。そうして水が濁ると、日光が届かなくて光合成が難しくなり、それだけでも酸素は減るけど、光合成できなくなった植物が死んで、その植物を微生物が分解して、さらに酸素を消費。それで海が酸欠になったと。ふむ。でもそれだけで、海全体が2000万年も酸欠になるのか。それはわからぬ。もっと何か、他の要因もあったのかもしれないけど。
でもこんなに酸素が減ってしまっては、ペルム期途中までの高濃度酸素に適応した生物は生きてはいけなくなるよ。ふむ。つまり、200万年も続いた火山活動の直接の被害と、それによる急激な気候変動と、あとは急激な酸素減少。これらが合わさって、地球史上最大の大量絶滅を引き起こしたと。まあ、他にもいろいろ説があるようだけど。2.5 億年前じゃ仕方ない。この時、カンブリア期からずっと頑張ってきた三葉虫先輩も、ついに完全滅亡してしまったよ。ああ、三葉虫パイセン。この後、種の数が回復するのに、1000万年くらいかかったそうだけど。回復2000万年。最初の人類が700万年前だとしても、その人類の歴史よりも長い。うむうむ。さて、9割以上の種を滅ぼした、ペルム期末の環境変化だけど、逆にこれが、有利に働いた生き物もいるよ。少ない酸素が有利に？うむうむ。機能を利用した、呼吸システムを獲得していた生物で。機能？現在では鳥が有名だけど、肺の前と後ろに、機能という袋があって、これを使うことで、肺の中では空気が一方通行になって、肺の中は常に新鮮な空気が通っていくことになるよ。ほうほう。それに対して、我々の先祖たる哺乳類は、横隔膜を使った呼吸で、肺自体を膨らませたり縮めたりする呼吸なので、どうしても使用済みの空気が混じってしまうよ。ということは哺乳類より鳥類の方が、酸素が少ない環境で有利。で、この時この、機能を使った呼吸システムを獲得していたのが、恐竜の先祖で。それで、ペルム期、三畳期の後のジュラ期は、恐竜の天下となり、我々哺乳類のご先祖は、ちっちゃくなって隅っこで生きていた、とされるよ。なんと。まあそれも一つの説なんだけど。ふむ。でもその恐竜の天下を隕石がぶっ壊して、哺乳類の時代になって、最終的には人類が、最終的とは言えないでしょ。それもそうか。ということで、ちょっとお風呂で息を止める訓練してくる。じゃ。酸素減少に対応するつもりか。無理だと思うよ。いや、判例なら可能なのか？ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。